これはコロナ禍で制限された夏休みを送る地方の子供たちに近くの映画館で多様な映画と出会う機会を与えるための企画。神奈川のシネマジャック&ベティ、群馬シネマテイク高崎、大阪のシネヌーボ、兵庫元町映画館、熊本ディーン会館、鹿児島ガーデンズシネマ、長野松本シネマセレクトで開催される。料金は高校生以下500円で、映画館の支配人たちが選んだ子供たちに見てもらいたい映画として、サイレント映画やソングオブザシー、海の歌、ネバーエンディングストーリーなどが揃えられた。この度シネマジャック&ベティから同時配信されるトークイベントの詳細が決定。8月24日のフロリダプロジェクト真夏の魔法上映後には、少女怪盗などで知られる映画監督の江田優香が登壇する。そして25日のハチドリ上映後には、監督のキム・ボラと韓国国内配給担当者のジュヒが作品についてトーク。26日は俳優の斉藤光が私はダニエル・ブレイクを語り、27日には俳優の渡辺真希子と井浦新が37セカンズについて話す。特集上映のスケジュールはコミュニティシネマセンターの公式サイトで確認を。なお、松本シネマセレクトでの開催は8月21日と22日のみで、他のプログラムは9月以降に実施予定。同館ではトークイベントの同時配信も実施されないので注意してほしい。2021年8月24日、火曜日、10時10分 R、上映後 R、登壇者、R 江田優香、西原隆史ほか。2021年8月25日、水曜日、10時10分 R、上映後 R、登壇者、R キムボラ、ジュヒ、土田館。2021年8月26日、木曜日、10時10分 R、上映後 R、登壇者、R 斉藤光、坂本康美。2021年8月27日、金曜日、10時10分 R、上映後 R、登壇者、R 渡辺真希子、井浦新、梶原俊之、